はい、雑談です。2023年8月7日です。夏らしいというか、いわゆる7月の酷暑みたいなものじゃなくて、なんかすごい夏っぽい夏だったなぁと思いました。入道雲もドーンと出てて。あまあ、台風の関係なんですけどね。 いいい感じだなと思いました、ね、今までのただただ40度近いこう気温でさ、あの <laughs> 外出るたんびに体温より高いようなあーとこで生活するよりは、うん、夏っぽいなと思いました。えー、っとね、ほんで外出てて、うん、もう皆さんマスクは外されてますね。8割かな マスクしてない人が。で、あ、この人マスクしてるなーなんて思うと、大体いいお年寄りですね。お年寄り。特におばあちゃん。おじいちゃんはマスク超外してるけど、おばあちゃんマスクしてるなという印象です。だから、まあ、長生きするんでしょうね。あの、おばあちゃんの方がね。えー、そんな感じでした。<laughs> まあ、パンデミック、パンデミックっつって。 あの、感染者は増えてるし、受付の病院は受付ないという、うあとなんだっけ、医,医療補助がうんぬんかんにょんで、マイナンバーとか保険証がどうのとかっていうのをやってましたね。ニュースで。<laughs> 知らんがなって思いました。それよりなんだっけ、風力発電のなんかところからお金もらってて、ほんで、国会でその風力発電にお金よこせみたいな感じで。 えー、意見してたっていう人がいて、まあ、その人辞めちゃったらしいんだけど、ああのね、辞めない国会議員もいれば、えー、すぐ辞めちゃう国会議員もいるわけですが、ああいうのは、牛ドラ立てもそうなんだろうけど、なんだろうな、その企業のおもちゃみたいな感じでさ、お金やるから俺の言う通りに国会で話せみたいにして、分かりましたってやるんだったらさ、国会議員の意味はないような気がいたします。<laughs> 大体 <laughs> ど,どの国会議員もな何かの組織で都合のいいように何かやってるってことなんだろうなというふうには思いましたけどあうんなんかなーなんていうふうに思いますね、えー、日々日々暮らしづらい今日見たすごい小さなニュースだと秋葉原は終わったっつってね、えー、何が終わったんだろうと思ったら 円安でその、いわゆる秋葉原にあるレトロゲームであるとか、昔のアニメの VHS テープとか、外国人が今買い漁ってるらしい。<laughs> 今い、一番安いから、安いうちに買っとけってうので、根こそぎないんだって。で、レトロゲームだと、マージャン、パチンコ、野球ゲーム以外のゲームが全滅だそうです。へーなんて思って。 <laughs> あと、昔は売れなかったんだけど、ファイナルファンタジーとかが、ほらこ、後期というかさ、あの、ファイナルファンタジー7以降、海外人気が高くなったから、ファイナルファンタジーないんだって。で、ドラクエは残ってるんだって。<laughs> すごい構造だなと思いました。えっ、ー、と、国際問題。えー、問題じゃない。国際の前に、あれ、えっ、ー、と、国立。 国立科学博物館があ,あれクラウドファンディングをやってるっってで1億円欲しいんですっ,つって集まったみたいですけどなんだっけ隕石の アクセサリーだっけが何か,かとか売りますっつって5万とか10万ですみたいな感じとかやっててでこれが立ち行かないとこれもなんだっけコロナでお客さんが減少したこともあって今もう予算も出ないんだって大変だからクラファンするんだっつってねでこれがあ知的財産を守りたいっていう人たちが応援して、えー、まあ達成したということでね まあ良かったねとは思うんですけどなんだろうね文化って何だろうとかちょっと考えたりとかもいたしましたあのー、ちょっと最近思うのはあのー、生まれた時からもう学校もあるし行政はちゃんとしてるしインフラは整ってるし図書館はあるし博物館はあるしみたいな感じで当たり前にあるっていうもので育ってる人にとってはそれは当たり前なわけで。 どうやって存在してるかとかさ、どうやって博物館を運営してるかとかさ、そういうの多分考えないでありがたくない。ね。小学校か中学校の時にこう見学に行ったっきり行かないっていう人もいるだろうし。なんか、そんなの思いましたね。あまあそ、そうじゃなくて、あった方がいいっていう人がこうやってクラウドファンディングにお金を出したんだから、それはすごい偉いって思うんですけど。でも逆に言うと、その、 当たり前にあるからありがたくないってって、どんどん、その、粗末に物を扱ったりとかっていう人も少なからずいるわけでね。ああ、一生懸命そうやってどうにかしようという人と破壊活動する人の責めに似合いだなぁなんていうのを今日は思ったりしました。まあ、まあ何よりでした。でもみんなのね、お金も無限にあるわけじゃないから。 また困りましたっつってさ、もう2億くださいっつった時には、果たして集まるかどうかですが。まあ、まあ、その、まあ国立のアカデミーがそういうことをやったっつうのが、まあ異例中の異例美で。美談にはなってるけど、本来は美談になる前に何とかしようぜって話でもあるわけでね。どうにもこうにも。ああ、そうそう、大阪のね、大阪のなんか美術館だかなんかが、 美術品をさ、なんか、その、市役所の、なんか、なんか吹きっさらしのところにボンボン捨ててたっていうか、保管してたってってね、ずさんだっていうやつもありましたけど、なんかね、と思ったりとかします。うーん、まあでも、最初っからあるところに生きてる人には、そのありがさみとか、いわゆる文化ってものが、 形成できない。戦争ばっかりしててね、ね文化的な行動全くしないとかね、えー、生産的なことを何一つしないで、人からこう略奪することしか考えないみたいなね、えー、そういう人も生きてるわけですからね。でも、それを生む土壌っていうのは、なんか結局はまあ資本主義の,その他人から奪え思想であったりとか、うん なんかじゃな,いかななんかかじゃいいうう思ったりいたりします、えー、そんな中で闇バイト。闇バイトに潜入取材。電話かけて、なんかすごいね、あの、なんか特集してたから見たんだけど、あの受け答えのその人がさ、あのね、闇バイトしたいんですよ、つったらさ、いや、もう今、今このバイトが熱いですよ、なんつって。えー、先週か。 先週のニュース7かなんかで見たのは、あれ、ね、すごいなぁと思ってさ、なんか日本語が全くなってない人がさ、このバイトが熱いとかさ、うんなんだっけ、強盗のことを叩きとか言うのかな、なんでこの人たちは捕まらないんだろうっていう、まあ実際犯罪を起こしてない時点ではあんな話したところで捕まりはしないってことでもあるんだろうけど、 すごいなと思ってあ,あの人たちに上納金的にさお金をあげてさほんで報酬が1割なんだって、えー、1億円分の,そのダイヤモンドとか盗んできたらその1000万円はあなたのものですよって1割だからね <laughs> 実行犯1割で9割持ってくんだみたいなさあのほんで報酬がなんだっけ、えー、1回ごとの仕事じゃなくて 1>, あの1ヶ月頑張って、そうやって闇バイトしたら、後でまとめて払いますみたいなさ、本当、会社員のサラリーみたいにあげるよみたいなことって、でどうやら1ヶ月、そういう闇バイトすごいやってる間に、1ヶ月の間に、だいたい捕まるんだって、その闇バイトやってる <laughs>、の頭の悪い10代の子がね、一生懸命やった分だけ警察に捕まるから、実はその闇バイト代も払われないんだっていう。 えーまあ、そういう作りであの報道特集やってたのを見たんですけどひどいなと思ってね頭悪いなと思ってさやる方も悪いけどやらせる方も基本的に頭悪いんだなと思ってこれ、えー、そして他人から奪うことしか考えないでなんで奪うかっつうと持ってるやつがそこにいるからっていうさあの <laughs> まさにヒャッハーだなーと思って えー、これが捕まらないから面白いね。海外で指示だけ出すルフィとかいうやつもいたけど、なんだかなと思ったりしました。えー、国際問題。えー、ジャニー喜多川氏のどのコーナーで被害者が50年前に私は性被害を受けましたとか、なんかどっか国際のフォーラムで、なんかジャニーズ事務所の いろいろ調査をして、これはけしからんということになりましたみたいなのを外人の人があ発表してた。で、それを見て被害者の会の人が涙をしてたみたいなのも見ました。ああ、でも今日はもうそんな話してないね。やっぱまだ忖度が続いてんだなと思ったりとかします、うん。やっぱ個人が起こした凶悪犯罪とかはあニュースで取り上げるけど、 ね、お金もらってるしみたいな感じで、えー、気使わなきゃいけないでっかい会社に対しては、まあ、トヨタにしてもそうなんだろうし、えー、どんな会社でもそうなんでしょう洗剤のメーカーから嫌われたくないとかいやびっくりしたな何だっけな,なんかねテレビのセットで後ろにこう番組名が書いてあるうーなんか番組があってさ なてね、でここに提供が出るんだよ。でこの提供が出てる時はこの後ろの文字が邪魔だからモザイクかかるのね。提供を目立たせるために。そんなんだったら昔やってたテレビ CM みたいに青バックに白文字でこうご覧の提供はやった方がいいんじゃねえと思ってさ。ね映っちゃ困るものがここに映ってる。 ね、自社の宣伝にならないって言うんだったらさこの番組はって昔やってたやつでいいんじゃねえかなと思ったりする感じねそれがまあニュースにも出ててまあまあ今日もやらなきゃ明日もやらんのだろうと思ったりいたしましただから世界からは嫌われていくかもしれない、ねえー、けど日本の国内ではずっとジャニタレは出続けるんだろうし もうこの,この話はいいじゃないか。もういいじゃないか。第三者委員会も作ったからいいじゃないかみたいな感じになるんだろうななんていうふうに思います。徹夜を下せっていうわけじゃない。ねえなんか。まあでもそんなひそんなわがままだったり自己中心的な人の方は実は世の中でいいねを見てるのかもしれないななんていうのも。 国際問題に発展するのかっていうので言うと、えー、卓球の愛ちゃんが結婚して離婚して生まれた子供の長男を、えー、台湾に住んでた長男を日本に連れてって半年ぐらいもう返してないんだっけで返してくれっつって日本に来てなんか記者会見かなんか旦那さんが元旦那が開いたりとかして返してやりゃいいのにって思うんですけど単純にね <laughs> 普通に国際問題になるんじゃないのって誘拐だからさ、北朝鮮の拉致問題と一緒だろうとも思ったりもするんで、えー、北朝鮮とは違うんですかあまあね、なんかそんなので、なんだろうね、やっぱ、あのー、僕、昔から卓球の愛ちゃんって好きじゃなかったんですけどっていう、そのいつものね、広末涼子も昔から好きじゃなかった説でも言いましたけど。 あのさ、試合に負けてウィーって泣く。で、それの泣いてるの面白いからテレビで撮るっつうので、ちっちゃい女の子卓球やってさ、あーね、その泣かせることを目的に、こう、大人が、ね、大人げなく卓球の愛ちゃんと対戦するみたいな番組が昔あったりとかしたけど、でもやっぱ、負けてな、泣けば済むっていうさ、 あの、あの感じが、が、もう、子供の時からそうなんだから、大人になってもそういうことですよ。なきゃなんとかなると思っているまんま、自分は間違ってないっつって、子供を誘拐するんだな、なんていうふうに思いました。まあ、こんなバカバカいるから国際問題なんか起こるんだよ、なんていうふうに思いました。えー、っと、サンドランドが公開です。悪魔の力。 いやーテレビ CM 今打ってますね。鳥山明の、まあ、オ,リオリジナル短編の話を映像化するっ,つってこれね、映像化ならねえかなーとかね、ねならないんだったら僕作ろうかなーなんていう自主アニメで作ろうかなーと思った時もあったんですけど、えー、神風動画っていうね、えー、CG なら任せろっていうところが作ってるらしいです。ほんで、テレビの,その映画の CM 見たんだけど、 うん、なんだろうなアニメーション特に日本のアニメーションはさそのいわゆるそのかカクカクアニメというかさ 60fps じゃない感じというかさだかそ,その方がアニメっぽく見えるってことなんだろうねぬるぬる口元が動いたりとか,か CG ですよというアピールをするとアニメじゃない感じっていうふうに見えて、まあ、その辺が。 CG アレルギーみたいなところにも繋がっていくんだろうなと思うんだけど、なんかカクカクしてるのがすげえ気になりましたね。なんで今のそのわざと、あれは予算の関係とかさ、人員がアニメーターが少ないから、少ないアニメーターでなんとか動いてる風に見えるために秒間24コマに落としてるのに、わざわざ秒間24コマっぽい CG アニメにしてる意味がわかんない。まあ手書きのアニメーションと合成する場合はそういう手法もあるんだけど、なんか、なんかなーって思ったりとかしました。<laughs> もうちょっとヌルヌルでもいいんじゃないなんていうふうに思いましたね。まあ多分僕は見に行かないと思います、サンドラとね。でも見に行かないと、もしかしたら映画の売り上げとかいろいろ利権とかの関係で配信とかね、 映像ソフトにならなららいって可能性もあるから最近はだから配信にはなるけど映像ソフトとしてブルーレイを販売しないとかっていうこともあるのでえー、ねジョジョの奇妙な冒険のファントムブラッドも結局映像ソフト化されてないのでサンドランドももしかしたらそうなる可能性があるんでねそもそも誰が見に行くのかっていうことでもあるし僕は好きだけど見に行かないんですけど、うん っていうことだからね。ドラゴンボールだったらほらあの、メジャータイトルだから見に行くわけだけど、サンドランドを見に行きますか皆さんっていう、うん。基本的にはあれだよ、マッドマックスのフューリーロードと一緒だよっていう話だから <laughs> <あの笑>、うんね。僕は好きなんですけどね。あれは本当好きですけど。 でもなっって思ったとい,、ねえー、いうわけで、えー、と台風なんか沖縄に上陸してすごいね風速50メートルですごかったとでこれが沖縄通過したらどう,いう西に行く予定が東に U ターンして今長崎が大変だっつって、ね、でその原爆記念日のあ、あのー、原爆記念日じゃないんだけど、うん の式典がその室内に屋内になったって言ってで岸田総理も来ないとかっ,つってのがニュースになってましたけど、はあ、びっくりするねあれはその天気図で見ると本当に U ターンしてるからなんか台風の進路を変えるミサイルとかあんじゃねえかななんていうふうにも思ったりしましたけど <laughs> あれなんだっけ高気圧の切れ目にちょうど入ったところで 台風が流されちゃって、で、東に戻ったらしいんだよね。で、戻されちゃってるから、いわゆる最初に台風ができた時の、その北にこう上がってくる時の速度が減速されて、だけど台風の威力は変わらないまんま、そのちょっとずつ移動してるから、今ちょっと、ね、九州辺り大変だっつってね、ご苦労様ですって思いました。うーん、 こればっかももうどううどしよななんないねでもまあ自然の威力に勝てないっていうのはそういうことですから、まあ、フランスが寒波だとかね、えー、猛暑なのになぜか寒波になったとかいろいろあるけどそんなもんだよ自然現象なんていうのはまあでも農作物とか育ててる人がね大変だと思います雨が降らないから大変だっいうところと雨降りすぎて大変だっつうあこの でも台風の震度も、ね、予測できないわけだからあまだ天気予報もね、えー、まだまだだなということだなと思いましただから希望的観測だったりするんだろうねあの台風の進路もねさて、えー、今日のお話で夏らしい夏っていうのでさ今日はその岸館で小学校2年生ぐらいの記憶が呼び覚まされまして 自分が昔住んでたその地区というのは公園が6つあったんだよね。6つの公園があって。で、第1公園、第2公園、第3公園、第4公園、第5、第6ってなってる、ね。1、2、3、4、5、6ってなってる。で、第1公園がテニスコート兼公園みたいな。ブランコとかもあるけど、その 公園の半分がなんかテニスコートみたいになってて。で、テニスやらない人がいるときは、その,あの、ミニサッカー場みたいになるようなさ。もちろんい今の,あの整備された感じじゃなくてさ、ただただ平らな地面になってるだけの。ここでね、ネットが張ってあってね、半分ネットが張ってある。で、第二公園が普通の公園。 で、第3公園が野球とかサッカーするために遊具なしっていうねうただただ平らな地面にあの何にもないネットがその野球する時のためにそのキャッチャーとかが座るところのとこだけネット張ってあるっていうね他に飛んだらどうするんだっていうこの公園の曲がり周りが完全住宅地でさもうあれですよ ドラえもんでいうところの土管の公園のでかいサイズですよあ。あれでもう窓とか割ったら雷さん出てくるようなそんなやつがあって。でまあ456って他にも用途があるんだけど6は遠いので行かなかったんですけどこの第3公園でサッカーしてるときにすごい暑い夏の日にのお腹が痛くなっちゃったっ それで家帰ったっていうのを思い出しました。で、着てる服はオレンジのストライプのあランニング、半 <laughs> ズボンこの。この頃のメンマーさんがですね、ああ、そうだこ、こんな天気の時に、そしてこんな、こんな気温の時に僕は、 こんな暑いのに、冷たいかき氷も食べてないのに、急にお腹が痛くなって家に帰ったんだっけっていうのを思い出して。あの、なんだろうね、この、季節のこの気温とかいろんなものがこうちょうどだったんだろうね。昔のな夏休みの一日と一緒だったので、はあって、急にフラッシュバックで出てきて、面白かったです。鮮明に、鮮明に出てきました。 ほんで、その後、冷やし中華を食べた、夕飯冷やし中華を食べたまで思い出したんだけど、いやーと思いましたね。あの夏から40年ですか。いやー、そうね。年を取るはずだよと思ったりいたしました。なんか、でも、その、昨今のその異常気象と言われる、暑い夏だとさ、暑いなーってなって、現実の夏で、 過去を思い出すことはないけどやっぱこういうのはあった方がいいね既視感のある一日みたいなのはとても大事だなって思いましたねそれがなければ多分全く思い出さないんだよなっていう皆さんにもそれぞれの季節でなんかね花の香りを嗅ぐとかさあ今だとひまわりとかですかでなんか思い出したりとかね、えー、そういうのがあるんじゃないかなと思いますんで、ね、そういうのはね大事にしてた方がいい そういう子供の時の原風景みたいなものはやっぱ大事にしといた方がいいかななんていうふうに思います。ねうんということで今日のお話はもう以上かな。あ違う。ガンヘッドの話をしてなかった。<laughs> パーティーしようぜ、ガンヘッドっつって、ね、えー、まあレトロゲームつながりなんだけどさ、今日の気温つながりでもあるね。こんな天気の日にそういえばガンヘッドの シューティング大会があったななんていうのね。ハドソンのグレートキャラバンのなんか後のやつね。PC エンジンで出たやつ。あ,あれがちょっと今日は思い出して、おっぱいパーイつってね。あのー、遊びたくなりましたね。だけど、僕が遊びたいガンヘッドはさ、普通に売ってるやつじゃなくてさ、キャラバンの 専用ソフトで2分モードと5分モードが収録されてるやつなんだよなって。まあ今、作り直されたやつはなんか遊べるらしいんだけど、2分5分モードも。あれ、ちょっとやりたいなぁと思いましたね。あれが非売品だからさ、ど、ど、なんだっけその、大会入賞者にだけ配られたのかな それが今、そのレトロゲーム界に流出したりとかはしてんだけど、あれがまあ需要もないからそんな高くないんだけど、あと数もあるからそんなに高くないんだけど、あれいいなっと思いますね。あれ入手しようと思っても入手できないし、これ映画の版権とね、協賛してるから、あの再発売もできないし、えー、だからなんだっけ、今コンピューターゲームで再販されてるのは、 アメリカで発売された、全く、全くタイトルの違うシューティングゲームとしては入手できるらしいんだけど。まあでも、ガンヘッドって言ったら、やっぱり日本のガンヘッドだろうと思うのでね。えー、20世紀超えてね。えー、あれで、あれでなって思いました。<laughs> えなんとかですよ、ブルックリン。いろいろもう忘れてしまいましたけど。ガンヘッド。 確率なんてクソくらいです。ジェロニーもーなんていうことです。そんなもんかななんかね。そんなもんだな。そんなもんだな。ああ、そう。で、今日最後の話はあの、こんな漫画見ましたって話で、えー、異世界ありがとうっていう漫画を見ました。 まあ誰かが進めてたんで見てみようかと思ったらウェブで1話と最新話とまああと途中の話何話か見れたりとかっていうやつだったんだけどいやーまあ僕異世界転生も者がそんなに好きじゃない異世界おじさんだけちょっと奇跡的に面白いと思ったぐらいでまあ大体普通異世界に飛ぶとさ昨日の夜長もなんか影の実力者がどうのこうのっていうのをチラ見したけどさあのひどいなーと思ってさ <laughs> あのまあ俺つえいがやりたいんだろうなぁと思うからまあ昔でいうところのウルトラスーパーデラックスマンとも一緒なんだろうなぁと思うんだけど、まあ、なんか今回の異世界に飛ぶ人はなんか現実世界でちょっと疲れちゃってあれで同窓会があった日になんか一人は心不全かなんかで死んで でもう一人はあのお約束のトラックで跳ねられてっていうのからその親友がお互い美少女になって転生してそれでファンタジーの世界でどうのこうのするって話なんだけどさまあいわゆる異世界に転生する時の,その手順みたいなものはさもうみんな、ね、ご,ご存知のあれですからそのご存知のあれであの始まるからそ,そ,そこだけテンポがいいんだよね。 あの3ページぐらいで異世界に飛んじゃう。一、えー、コマでトラックにはねられるのを終了させたりとかして。でね、あのそこはあなんか、まあ、いわゆるその、ね、テンプレのところはさっさと済ませて、なんか展開がエロ漫画みてえだなと思ってさ。エロ漫画って16ページある中で、状況説明って2ページか1ページしかゆ許されない。 残りの14ページで濃厚なこうエロ漫画を描くっていうことがその要求されるんだけどあのねはいはいっていう読者の人がみんな見飽きてるその現実パートとかもしくはその現実でつらいとかっていうシーンをうーんどうせつらかろうが何だろうが向こう行っちゃうんでしょっていうさ異世界行って強くなるんでしょっていうことも全部分かってるから飛ばすっていうさ その飛ばすことをしてんのに、いざ異世界に行ったら、その、そっから話がさ、上調になるんだよ。ああって。もう、とにかくそのお二人が友達だから、現実世界でも。異世界に行っても、その友達風の、その生産性のない会話をどんどんしていくわけ。あの、長えなと思ってさ。一番最初がなんかね、異世界に行ったらとにかく顔が良くなきゃダメだと。 だから、俺の顔は可愛いのか可愛くないのかっていうので、ずっとこう、問答していくのね。はぁ、あ、疲れると思って。あの、これをだ、だ、誰のためにこんなに長い、その、二人のやりとりをやってんだろうかなっていうのを考えながら読んじゃいましたね。まあ、だから、僕が出したのは、答えは、その、作者自身が、 納得いくまでこの世界で、このシチュエーションで、喋りたいだけ喋りきるために、このこの2人にセリフをあてがえてんだよなと思ってさ、だけどいらねえなと思ってさ、あの何かっつうとその、その場所、なんか森の中に転生するんだけど、最初、その森の中から一歩も話が進まないの。あの <laughs> 森に出るでもなくさ 森でモンスターに会うでもなくただ二人が異世界に転生してお互いの姿を確認して顔が大事だって話をするっていうやつを延々見せ最初のその超,超短い3ページで異世界に飛ぶにもかかわらずそっから先がだらだら長いんだよ。うわーと思ってさ。 まあこ、こういうのもありなんだろうなっていうか、ほとんどの異世界転生ものとか、今やってる深夜アニメとか、だいたいそうなんだけど、ね、30分で終わらない話をずっとしてて、な聞いてて辛いこのセリフのやりとりをずっとするっていうさ、一緒なんだけどあ、ね、この、この漫画が来るかもしれないって言われたから、じゃあだけに見とこうかと思って見てみたら、まあ、あの女 っていうかまず異世界っていうところからメンマさんは好きにならないんだろうなと思ったんだけどあの見れてよかったですけどで最新話だとなんだっけリーダーの資質みたいな話をさなんか坊さんと話すみたいな話ですもう,うあああまたセリフのやり取りだっつってあのもう途中の10ページとか全部すっ飛ばしてもう最後までいっちゃいましたねあめんどくさいと思う こんなんが多いね、本当、その昨日の,その闇属性の影の実力者のどの子のってやつは、闘技場かなんかで戦ってて、それで、私は強いんだっていう女の人に対して、その主人公らしき男の人が、これが本気なのかみたいなのでこう、喉元に剣を与えて、そのまま首でも切りゃいいのに、切りもしないでさ。 でその裏でなんか王様がなんかその闘技場の試合を観戦してんだけどその王様はなんかこうなんか催眠術かなんかかけられててさ操り人形になってだからその王様の娘がなんか急に帰ってきてでお前を許すだなんか言われてさで王様のことを刺しちゃう。で王様のことを刺してでその後私も自決するんだっ,つって首にこう剣を当てるとさ そこでまた影の実力者が出てきてさあの、その首切る美少女のピンチを、ピンチというかを、を止めるっていうところまで見たんだけどさ、その後なん、なんか、なんか、恥ずかしい中二病の名前を言わ,言われたところで、ああ、と思って、もうチャンネル変えちゃったんだけど、なんだろうなと思うの。それは何かっていうとさ、まあ、ある意味フェミニストっぽいっていうかさ、 女には手を挙げないみたいなことでもあると思うんだけどあまああと殺しまくっててもしょうがないんだろうなと思うんだけど何だろうなと思って話がずーっと止まるんだよねそのお話ってこう流れていくものだから進行していくものだからた,たまにそのね一場面で止まってなんかねその 行動理由みたいなのを説明するターンもそれは必要なんですけどあの面白い話は常に何か展開が流れていくっていうさう、ね、ただお話っていうのはそれからどうしたっていう作り方だと面白くなくて、えー、必ずそこにフックとして、えー、こういう展開になりましただがしかしっていうのであの事件を起こすっていうのも大事なんですけど とにかく、その闘技場というシチュエーションの中で戦ってる最初の人たちはその、一瞬で決着がつくわけですよ。実力者があり,ありすぎるから。だけど、そこでさ、命の取り合いしてるのにさ、急にこの、これで終わりじゃないだろうとか言ってさ、で、相手の,そのさ殺されそうになってるのはさ、ちょっと露出が高い女の人なんですよ。くころなんですよ。 あで、そのクッコロの場面から場面が転換してさ、だから、闘技場で何か戦っているっていうお話から何も進展しない、一方そ頃、そのでそで、王様のシーンに行ってさで、王様が殺されるのは話が展開するんだけど、そこで私が自決するっつって、だがしかしっつって自決,自決しないっていうことになるっていう展開も含めてなんだけどさ、うわーと思ってさ、何だろう、何も考えてないでこの話作ってるだろうっていう。 まあ、しょうがない。あの、あの、頭いい人がこんな話作るわけないんだから、だけどこれを喜ぶ中高生もいるんだよな、なんていうのも、ちょっと思うのも不思議だったりはするんですが、なんかこんなんだからさ、異世界ファンタジーとか、常々。あの <laughs> しょうがないんですけど、異世界ってすごく良いから、あの、 作者が何もこう調べなくても異世界ファンタジーは作者がこうですって言ったらこういう世界だから、あのだからいわゆるそのね、フランスとかさ、マチュピチュとかさ、アメリカとかさ、そこでさ、あのじ実際の銃とか持ってるとこの銃の持ち方が違うとかさ、あのアメリカの風土はこうじゃないとかさ、あ言われちゃうわけですよ。 それが言われないためには作る方にとっても都合がいいのが異世界転生なんだけど、うんね、世界そのものが作れちゃうからね。うん、だけどさ、もういい加減にしろと思うのはさ、その異世界に行って面白いことするんだったらいいですよ。面白いことしないんだ、こいつらは。よくある話の繰り返ししかしないんですよ。ね、あの国家転覆であるとかさあの、まあ。とにかく主人公が強くて。 主人公を中心にハーレム状態になって話が進む以外の展開がないから、ね、なんかじゃ自動販売機の話とかな、<laughs> いろいろあるんですけど、よく飽きないよねと思うよね。思うんだ、僕はこの。このタイプのお話の作り方にみんな飽きないのかなまあ入れ替わってるんですけどね、お客さんはね。 っていうのがある中で、ねこ、この異世界ありがとうがいいぞなんつうけども、やってることはやっぱ他の異世界転生と一緒で、まあその、違うと言えば、そのバディで転生して、そのバディ乗りというか、現実世界の乗りをそのまんま異世界に持ってくるっていうか、そういうことをしてるだけなので、 だから、僕はやっぱ異世界おじさんが好きなのが、あれだけ面白く読めてるのは、やっぱちょっと違うんだろうなと思ったりしますね。だから、異世界おじさんの構造っていうのはさ、おじさんの方の構造は、いわゆるこの、この異世界のこのおじさいになっちゃった。異世界おじさんはメタ構造なんだよね。そもそも異、いい 異世界転生ってこういうのだよねっていうのから、うん、そこからゲームの世界で,でゲームの世界といっても異世界のゲームっていうのはいわゆるメジャーなドラクエとかファイナルファンタジーとかあーシャイニング・フォースとかファイヤー・エムブレムとかあの辺が異世界っていう、うん、ところのみんなが認識するところなのにおじさんはセガっていう、ね。 逆張りなんですよあの、異世界おじさんは。ほんで、みんなが異世界に行って、異世界の中で冒険してるっていうことを主軸に話をするに対して、おじさんはこれ、帰ってきた人なんですよ。だから、異世界おじさんっていうのは、まあ、今あ、もうあんま面白くなってないんだけどうん、最初にもう現実世界に行って帰ってきた人が、 異世界でイキュラスキオランとか、魔法を覚えたり、グッズを持ってたりっていう、精霊と話せたりっていう、特殊能力を持ってるけども、現実世界で対して影響も及ぼさずに、<laughs> マンションの一室で暮らしてるっていうさ、そういうギャン構造になってるわけ。で、異世界でやってきたとか、財を成したとか、名声を得たとかいうことが、すべて現実では、 無意味であると。とニートのユーチューバーのおじさんであるというところに落ち着いてるのが面白いわけであの。でも、異世界おじさんはその現実パートをこれから描こうっていう時に、えー、コロナウイルスが流行してさあ、このコロナで流行したものをどう切り取るのかっていうのをさ、あ 結局やれずに終わってしまうううんんだろうなとは思うんですけど異世界おじさんは結局最終回までに謎が何か残ってるかってうとそのどうやって異世界から現実に帰ってきたのかっていうそ,その話をしちゃったらもう終わるわけであのそれも込みで分かって作ってますよでみんなで仲良くなるキャラクターじゃないからおじさんはそのイケメンでもないし。 一応仲間に一方的に疲れはするけど、大半の村人からは多くつってこの嫌われたりとかするキャラクターだからさ、その扱いの違いですよね。あの異世界に行ってみんながうまくいくわけじゃないっていうような、みんながどっかで読みながらも、そ,さそのサクセスを他の人たちがやってる中で思うさ。 これはでも作り物の話だからっていうところをお,お,おじさんはうまいことこうくすぐるわけですよね。あのどこ行ったって嫌われるという、まあそれがテンプレートにな,なってくるんだけど。で、可愛い,い女の子が何人かこうおじさんのことをこうね、好きになるというか、理解者になってくれるっていう構造になって、まあ安心する構造になるわけだけど、うん こうこうだからおじさんはそういう意味ではうまいんだろうなと思うんだけどでもやっぱこれも最初の3話ぐらいまでが限界でこの逆張り構造は限界で結局見たいのは何かってうと異世界でどんな冒険をしたかっていう思い出話にどんどんなってってねオチで現実でラーメン食ったりとかさラーメン食ってその値上がりしたラーメンの差額に気,気がつかないであの。 昔は400円だったらラーメンが2000円になってるみたいなさ、うん、そ,うそういうオチしかつけらんなくなっちゃうわけだから、うん、っていうふうには思いますね。思いますねアニメ化になっておじさんはアニメ会社にも結構迷惑かけ,かけられてさ、うんうん、作る作るっつってねスケジュールが全然取れなくて結局延長したっつうさ。 みんなが最終回ある頃にはもうおじさんのこと忘れてるぐらいのあれはちょっと面白かったですけどだからそういうことではない、まあ、タイトルにある異世界ありがとうはねどういうことなのかっていうのは皆さん見て、あのー、感じていただければと思うんですけど、ね、な,なるべく僕もいいと思ったものとその悪いと思ったものは悪いやつの話は悪いだけ話してもしょうがないんで 異世界おじさんは面白かったですよっていう話も付け加えつつ今日は終わろうかなと。この世界の片隅人の話がまたいずれ。じゃあ終わります。お疲れ様です。